皆さん、こんにちは。ベスタの北川でん。今日もね、池田さんに来ていただいて、ちょ、はいえっと、おしていきたいと思います。よろしくお願いします。早速なんですけれども、今週末に行うベスタのイベントですね。ちょっと画面シェアしながらお話ししていきたいと思います。はい、今、これでペますでしょうか。はい。あ、これ、この間の。はい。で、そうですね。はい、あ、そうですね。じゃちょっとね、イベントコーナーからいきましょうか。ベスタのトップホームページの こちら、ホームページでございます。これスクロールダウンすると、ここにイベントコーナーがあります。はい、今度の土曜日ね、こちら、4月22日16時から、イタリアンジュエリーとナポリ紳士の会というイベントがあります。すで、はいうん、に、えーとね、10名ちょっとご参加、お持<う>ち込みいただいておりまして、<ら>すごい今からもう、ワクワクが止まらないイ楽,、ね、楽しみですね。はい。 であのこのイベントは、ね、事前にチケットご購入制ということで、うん、えとこのチケットに、えー、と含まれているものをちょっともう一度ご説明しますと、はい、2200円のチケットをオンラインでご購入いただくと,、うん、えと、グラスワインがね、まず一緒に楽しむグラスワインがついてくるということと、はいはい、トークライブ。うん、今回は、えーと、アルフォンソさんという、ね、方の、実はこの方も、はい、ナポリ出身の高級ジュエラ。あのえー、とさっき一緒に出てた方ですね。<laughs> 創業1790年という大変ゆあの歴史ある日本が鎖国時代から取引をする唯一のイタリア企業というあのすごく伝統ジュエラーの方な、はい、社長さんなんですけどもがいらっしゃるので最新のイタリアンジュエリーのトレンドの話聞,き聞いたりですとかあとこちらの会社はカメオ、はい、ナポリンねあのねカメオという会社が有名なので,で、ねうん、カメオの歴史と職人技の話を聞いたりとかあとこちら。はい ね、あのベストのお客様がお楽しみのナポリ紳士のお気に入りスーツという話をぜひ聞いていきたいなと思ってます、うん、そうですね、アルフォンソさん、<の>なかなかおしゃれですからね。はい、この間、ちょっとあの、えっ、ー、と、池田さんが取材してくださったはい、はいえー、ページがこちら、はい、アルフォンソさんがいらっしゃった時に、うん、ん感じに、私がお話ね、聞かせていただいて。はい でこの時のジャケットはちなみにこれ。はい、えー。ステレラティーノでしたね。はい。でしたね。はい、アットリーニの長男坊が、えー、やってるお店だったけどね。で、あとこれね、このラペルピン、馬、必ず馬なんですけど、うん、これがあの実はアルフォンソ社長の趣味は乗馬。はい。お金持ちのね、仕事から趣味ですよね。客が温曹司で、えー、冬は好き。さらに、はい、この間判明した。 あのカプリにマイクルーザーで45分でいつも行ってると。はい、本物です。確かに。本物をお金持ちですね。<笑><笑>はい。<laughs> で、そういう方が果たしてどういうもの靴チャージなんですよね。イギリス、イタリア、ね、もう定番。<laughs> ね、この辺も聞いていきたいなと。そうですね。チャージなくなるって技ありますからね。え、そうなんですかあ、ちょっとこれ、名前ですけどね。ちょっとまた、なんか面白い情報が出ました。<laughs> はい、というわけで、この、えっ、ー、と、で、 今日をえょ、ー、とご案内したいのは、はい、今日この日用意した、私が用意したワインの話と、うん、イベント後に、ちょっとね、はい、実はスペシャルディナーができることになました。す、はい、らしい。はい、<laughs> ちょっとその話を今日はしてみたいと思います。うん、で,す、ねであの、もしね、ちょっとこの後ね、スペシャルディナーもちょっとか,かなり特別なので、まあ、その話もするんですけど、うん、今回22日、もすぐなので、いらっしゃれない方、 いらっしゃるので実は5月の頭、日程未定なんですけど、ちょっとシェフのご予定次第というところもありまして、5月の頭にも、ちょっとこのディナーを含めたおしゃれドレスアップイベントとまた企画し合う。また楽しみ、5月にもね、お食事会もあるということですね、イベントお食事会。というお話をしたいなと思っています。 でまずじゃあね、ちょっと今回のワインなんですけど、うん、これ、すいません、赤ワインの写真出てます。ちょ前回、バローロだったんですよ。そうですね。す赤ワイン、<お>赤のバローロだったんですけど、今回は、はい、こちら、じゃん。はい、おっと。ご存知でしょうかフランチャコルタ。はい。今回、ご用意した。イタリアのシャンパンですね。はい。シャンパンってかなイタリアの、すいません、イタリア、この、これです。はい、これです。フランチャコルタ。はい、おー。泡。はい、今回は泡。で、 あのちょっとね、グラスもちっちゃめなので、あの2分、2> うん、ぜひあの、まあ、お召し上がりになっててください。あはい、であの、フランチャ・コルタ、皆さん一度は聞いたことがあると思うんですけど、ちょっとねあのこちらの、えー、こちらの、すみません、メローネさんというウェブサイト、とても<う>あの分かりやすくまとめとまとめ、えー、こちらから情報をさせていただきたいと思います。でフランチャ・コルタは北イタリア・ロンバルディア州東部の。 フランチャコルタ地域内で、うんえー、瓶内二次発酵方式で作られるスパークリングワインです。ほほほこの瓶内二次発酵方式というのをやっているのは、うん、スペインのカバー、そして皆さんご存知、うん、シャンパーニュ地方のシャンパン、そはい、フランチャコルタ、うん、この3つ世界で3つだけだそうです。同じ製法なんだ。でそ,のはい、でそのうちの1つ、このフランチャコルタですごく厳しいあのー 基準を守って伝統的な作り方で作られているそうなんですけれどもうん、うん、このね<ー>厳しい規定を守って作られる品質の良さはフランチャコルタの奇跡と呼ばれるほどイタリアでは公共ワインの名声を得て高く評価されていますとはあ、なるほどはいでえっ、ー、とこうねワイン畑出てますけれどもであのえね、えー、フランチャコでこの地域なんですけどちょっと別の、はい あのちょっと地図でご用意したんですけど、じゃん。うん、これ、今、ここにハート見えてますよね。ありますね。ここがフランチャコルタ。フランチャコルタなんですよ。で、この依然、ベルガモって聞いたことありますかねベルガモのガモまあそばこ、ここで取れるのがフランチャコルタああ。ミラノからもそんな遠くなさそうですね。<で>そうですね、そうですね。ミラノ、ここですね。うん、であの、前回、前回出したバローロンは、はいえっと、こちら、ビエラ。この このあたり、ピエモンテ州で、この辺りで取れます。なるほど。ちょうどミラの反対化になるんです、ね、そうです、そうです。うん、で、あのー、我らが、すいません、テーラー的に超大事な地域が、えー、ここ、ビエラーです。はい、池田さんもね、ご存知ですけれども、えベ、ーえーえー、ローのとこ行っちゃった。ビエラノバラ。あれ、ごめんなさいん。ん？ノバラとこ。ミラーのお、まあ、まさにそ存在じゃないか。はい、えー、そうです。ちょっと待ってよ。あ、ビエラここですね。 ここですね、はい。はい、ビエラといえば。ここ,がはい、ここがもう、はい、あの、そうです。あの、うん、ファブリックの産地あの、アルプスの雪どけ水、やっぱり水がきれいなところで織物産業が発達しますので、はい、この地域で、例えばイタリアですと、チェルティとか、はいえー、それからなんゼニア、それからマルツォットグループなんかもここですし、うん、もうあり、とあらゆる、うんえー、それからカノニコもそうですね、カノニコもこの地域にあります。 こ,こがはい、私たちテーラーとしてはとても大事なエリアのビアラですね。ミラノから車で1時間ぐらいでしたか、ね、はい、その通りです。その通りです、うんこの。この距離ですね。で、この反対側、この,ハートの反対側。反対側なんですミラノがじゃあ1時間ぐらいかな、ね。そうですね。フランチャポールという地域がありまして、<う>今回はここでしか取れない、そのね、あのスパークリングワインということで。 ちょっと高級なものをご用意してます。というのもね、これ、2200円でチケット購入制のイベントですので、やっぱりお得感がないといけないということで、はい、さらに実はこれあのワイ、グラスワインというか、まあそう、今回はシャンパンというか、スパークリングワインですね、フランチャコルタが飲めるだけじゃなくて、はいはい、このチケットを、うん、すみません、商品券として当日使えちゃうと、うす,ごくすごくお得なイベントになってます。なるほど。実質ただですね。 まあ、そうなんですなので、はい、あの当日スーツを出したり、えっと、ジュエリーナポリンの、ねえー、アルフォンソが新作ジュエリー持ってきてますので、うん、もしお気に入りのものがあれば、はい、2000円分その場で使っていただけるという実質とになっております。 カメオもあるし、ブレスレットだったり、カフリンクスだったり、結構いろんなものがね、先週ちょっとご紹介しましたけどね。はい、そうですね。ここね、はい、池田さんも記事にしてくださったとき、ここね、はい、こういう感じのカメオもね、ねえー、今回、あのー、もちろんね、これ、オーダーできますから、ベスタではね、ご自身のスポーツのアイコンもいいですし、うんうん、それからイニシャル、ベスタではイニシャルの。そうですね、イニシャルの、あのーはい、これ。 えー、カフリンクスご紹介してましたね。はい、これが結構人気があります。カモンでされたお客様もいらっしゃいますね。うん、人気。あ、カモも日本のカモンもこれるんですね。そうなんです。ちょっとね<あ>複雑なデザインはすみません。ちょっとお値段上がるんですけど、あのすごくあのオシャにお客様されてましたね。うん、やっぱりこう手彫りの一点物感が今ほら<ー>なんで AI なんか何でもデジタルの時代にね、このまあ、スーツもそうですけど、<laughs> 1>, 1個ずつ仕立てたり、1個ずつ彫るっていう、このなんかアナログな贅ぜすごくすね。今ね、3D プリンターで何でもできちゃいますから、ね、いや本当そうなんですよ。<laughs> なので、まあ、この,、ね、あのユネスコ無形文化世界無形文化遺産の亀耗装飾を、この機会に、ね、<laughs> ぜひあのご覧いただいたりできるかなと、でオーダーもいただけます。

じゃあちょっとディナーねちょっとそこに決まったんですけれどもその理由なんですがあのこのじゃんこちらこちらザキッチンサルバトレクオムはいはいこちらビッテリアのサルバトレクオムのええまあレストラン版ということですねはいであの皆さん結構サルバトレクオムって全国にあるピザ屋さんでお皆さんかなり有名なのでご存知と思うんですがはいデリバリーとかもしてますねはい。 でえっと、サルバトーレ兄弟あの、このレストランの創業兄弟四4人兄弟だそうなんですけれども、実は今回の,そのデリアのアルフォンソ社長は、この兄弟、すごく仲がいいんです、はい、ななぜかというと<ん>ナポリ出身なんですよ。あナポリ仲間だ そうなんで,すよで、うん、昔から、もうサルバトーレが違う名前で吉祥寺で1号店されてたそうなんですけど、へ吉祥寺が1号店だったんですね <laughs> そうで。しかも名前が違ったらしいんですけど、へ<ー>その時からの常連なんですってあ。じゃあもうずっと。そう。ね、<laughs> もうサルバトーレコムがこんなもうね、あの大企業に今なられてますけども、こ<れ>んなになる前からということで,で、今回なぜここの銀座店かっていうと、まずあのベースタから歩いて2分って、それもあるんですけど。近い。 <laughs> それよりも、うん、ここオープンキッチンがあるじゃないですか。このねザキッチン。はい、ここになんと兄弟のジナンさんの、はいえっと、ラファエレさんが自らあの腕を振るってお料理を出されてるんですよ。お直系のシェフがいるわけですね。ラファエレさん、今回、あのーうん、アルファント社長がラファエレに、ね、ちょっと特別なものを頼むということで、<う>イタリアンのブルコースディナー。 しかもドリンクいっぱい付きで。まほど、えー、はい。っていうことを、まあちょっとご用意いただけることになりまして。<ー>で、こ,こでのディナーが、えっ、ー、と、えー、ちなみに、イタリアンのディナーってアンティパストっていうのが前菜なんですね。前菜ですね。はい、はい。アンティパストが来まして、アンティパストもなんか数種類をね、うん、あの、オリジナルレシピで、えー、ラファエレさんがご用意くださいます。で、ほうほうイタリアンの次のお皿はプリモピアットっていうんですけど、プリモっていうのが第一、はい、の皿は、パスタかピザなんですよ。 でこれ今回両方出出ますおすごい二つ出るんパスタとピザ、それも何種類かを<っ>あの皆さんでちょっとずついろんな味わいをできるように、おっぱいさんがご用意くださることになりました。パスタとピザがプリもで出ます。はい、でさらに、セコンドというのはメインですね。うん、セコンドが出ます。セコンドのメニュー、ちょっとこれお楽しみ。でこれもっ、はいっぱ、はいさんが出してくださいます。うん 最後にドルチェ。ドルチェがデザートですね。生、ね、の、はい、ドルチェが出て、うん、さらにコーヒー。はいはい、コーヒーと,であと,、えー、とワンドリンク付き。で、はいえー、今回、えーとね、フルコースでワンドリンク付いて7700円でご用意いただけることになりました。はい、これ、あのここ今私が開いているのは北キ,キッチンサルバトリコーモの銀座店、うん、あのウェブサイトなんですけど、ここディナーコースってあるじゃないですか。これ、あのあね、皆さんに。 ご自身で後で後チェックしてていただくと場所も、ね、ここに出てますディナーコース見ていただくと、うんうん、実は結構お,お得メニューということが分かっていただけると思いますので、<う>なんかフルコースでその値段であのややれあの皆さんで楽しいディナータイムを過ごせることになりましたので、なるほどじゃあぜひご参加いただきたいですね。で、ラファエルさんにスペシャルメニューで、ちょっと食材の手配があるから、うん、実際に人数を教えてって言われてるの。 すみません、皆様、金曜日、このイベント、土曜日の午後4時からなんですけど、はい、ディナー行きたい人、金曜日中に、あのベスタにご連絡ください。<laughs> なるほどないはい、じゃあ僕行きます、はい。はい、あ、池田さん来てください。私も行きます。はい、ということで、イベントの後、皆さんで、ね、ドレスアップした皆さんと一緒にディナーを楽しむの、楽しみに。うん で、池田さん、お食事の最中もちょっと写真とか撮っていただけるということで。でそうですね。あのー、はい、まあ、今日はね、え、今回はね、え、ラフ、あのー、ある放送さんもいらっしゃるということなんで。実際、あ,あ,あのー、今回ご参加いただいた方のファッションなんかも、ちょっと見たいなと思ってますし。また、はい、あのー、この間のアイロンイベントみたいなね、少しこう。 ブログっぽくあのー、ご紹介したいなとも思っていますので、ぜひ、はい、おしゃれしてきていただいて、撮影なんかさせて、取材させていただければいいなと思います。あのもちろん顔出しはちょっとっていう方にはご配慮させていただきますので、えーえー、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いししますああののー、やっぱりドレスアップして、あのー ウウキウキ出かけるのがもうようやくできる時期が来ましたのでその,ベッのお客様はやっぱ紳士服がお好きな方って、はい、今回はジュエリーの、あのーね、アルフォンソとのジョイントイベントなのでやっぱりジュエリーが好きな女性もいらしてくださるんですね、はい、なのでドレスアップドレスアップでやっぱりこうね相乗効果で皆さんのおしゃれを見るの私もすごく楽しみにしてますので是非ねそこ みんなで盛り上がれるイベントにできたらなと思っております。そうですね、はいはい、楽しみにしてます、はい、というわけで、えっと、イベント、w e s t のホームページから、えー、ご来イベントコーナーでご覧いただけます。ですので、えっと、まずディナーに参加されたい方ああの、金曜日の夜までにチケット買って、ディナーも行きたいですとご連絡ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願い本当十10名ちょっとお,あのお申し込みいただいてるの、る本当にありがとうございますありがとうございます。<laughs> でこのイベント、えっ、ー、と、今回ね、ちょっと急にディナーが決まったのでね、えっ、ー、と、あ、ちょっと行かれないじゃん、うん、予定入ってるよという方は、5月の頭にも予定してますので、ぜひこの、こう、はいう、あの、お知らせ出す予定なのでね、池田さんと一緒にまた、あの、YouTube 出しますので、注目なさってください。というわけで、はい、はい。今日は、あの、今度の土曜のイベントのお知らせをお送りしました。どうもありがとうございます。池田さん、本当にいつもありがとうございます。 こちらこそ、じゃあ、皆さん是非、ぜ、え、ひ、ー、イベントでお会いしましょう。土曜日楽しみにしてまーす。はーい、はお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。おはようございます。